お前がレティシアにあれを見せたんだな。姫が思い詰めていらっしゃったので、私も騎士団や帝国の様子を見て必要なことだと思ったんです。ガキにつまらん夢を見せるな。おかげで王都に来る羽目になっちまった。ん？ミダス様、メルティア委員長。レティシア様、無事のご帰還何よりです。あんたは？お初にお目にかかります。オーシディアス理術管理院委員長、メルティアと申します。皆さんのことは今ミダス様から話を。おい、ネアンとかいう男との話はどうなったんだ？実はこれからすぐバルダーに行くことになった。おい、俺はアベラルドとエレナのサポートをするとは言ったが、意味なく危険な場所に行くってんなら約束はなしにさせてもらうぞ。俺とエレナの仲間のクロエがバルダーに捕らえられてる。それを迎えに行かなきゃならん。俺たちにとって意味のあることだ。国王の前で調子よく使われたらたまらん。俺はここで待ってる。さっさと仲間を連れて戻ってこい。ああ、悪いな。ミダス様のこと、よくわかってるみたいですね。ん？また時間があるときにゆっくり話しましょう。まずはあなた方の目的のために行動してください。まだ時間はあると思いますから。では急ぎバルダーに向かいましょう。時間がないのは間違いありませんから。このオーシデアス平原を南へまっすぐ向かうと、すぐ城塞都市バルダーに着きます。城塞都市ね。反応を拒否。こっちよ。キル。やっ。さすがの強さね。行きます。やったわ。出力を押し通ります。ゴー。Thank you.
大丈夫。作成判断、活動停止、警告を表示、エネルギー残量じゃねえぜ。出力効果、王とこの駅士、アベラルド・ベルグホルムだ。レティシア・オーシディアス殿下の護衛である。バルダー首相、ベルトランド大佐にお取り次ぎ願いたい。これが騎士団参謀ネアン・ケイザール殿から預かった許可証だ。レティシア殿下の、失礼いたしました。確認が取れました。どうぞご入場ください。国王陛下が大聖堂の本陣にて殿下をお待ちです。承知した姫、まずは大聖堂へ向かいましょう。向こうがヴァイル帝国。何のための戦闘、何のための軍備なのだ。デュマちゃん、また突然だな。お前ならここから奴らがどんな軍備してるのかわかるんじゃないか。同じ種族同士でこの軍備が衝突すれば、種の個体数が大規模に減少する。何のための戦闘なのか。本当に何のためなのかしらね。オーシディアス側もバイル側も空の色に違いはないのに。今は目の前のことに集中しよう。あまり大きなことばっか考えすぎるな。ええ、素敵な品ですね。レティシア様。ベルトランド大佐、お久しぶりです。お父様は奥でお待ちです。アベラルド殿、友の皆様もどうぞ中へ。先ほど定例の作戦会議が終わったところです。お父様、気球の折、時間をいただきまして申し訳ございません。ああ、よくぞ戻った。わしが至らんばかりにお前には苦労をかけたようだ。友の者たちを紹介してくれぬか。はい、私の旅を支えてくれた大切な仲間です。レイモンド殿、エレナ殿、そしてニーナ殿です。皆立ってくれ。娘が世話になった。そなた、フィルベルトの娘か。覚えていてくださったのですか。忘れるはずがない。マーキスは息災か。
お父様、ご報告申し上げます。ニーナ・デフォルジュ殿はヘルガー肺下病の治療法を発見されました。それはまことか？いえ、私一人の力じゃなくて、父さん、父やマーキス先生、レイやエレナさんに助けてもらったからです。また今王都にミダス・フレグリード様をお招きしております。なんと、ミダスが。協力の確約はいただいておりませんが、ミダス様をお招きできたこと、ニーナ殿が肺下病の治療法を発見できたこと、何より私とアベラルドが無事に王都に戻れたこと、すべてレイモンド殿とエレナ殿のお力によるものです。おお、そうか。わしからも礼を言わせてもらう。娘が世話になった。どうも。レイ、恐れ入ります。陛下、もったいないお言葉です。お父様、レイモンド殿の仲間のクロエ・キャナリス殿が帝国の艦長との疑いをかけられ、バルダーに捕らわれておいでです。お二人の功をねぎらってくださるのなら、どうかその方を釈放する勅許をいただきたいのです。すぐに釈放するよう取り計らおう。ベルトランド、レティシアが良き知らせをたくさん持ってきてくれたぞ。よろしゅうございました。皆様はこの後どうされるのです？将軍やお父様のお邪魔になってはいけませんから、クロエ殿が釈放されましたら王都に戻ろうと思っています。もう日が暮れよう。心情を用意させるゆえ、出発は明日にしてはどうだ。万一の時、軍人ではない我々がお邪魔になりはしないでしょうか？このバルダーにも帝国の患者は入り込んでおる。レティシアの動静も見られておるだろう。ならば日の出ている時間に移動した方が比較的安全だ。なるほど。それに囚われた友というものも、長い間牢にいたのならすぐに動かすのは酷であろう。久方ぶりの再会なのであれば、語り合う時間も必要ではないか？お気遣い痛み入ります。ではそのように。ベルトランド、クロエとやらを釈放するよう牢番に伝えよ。それとレティシアたちの心情を用意してやるのだ。承知いたしました。ではローマで参りましょう。私が直接出向いた方が話は早く進みますから。クロエは無事でいるんだろうな？安心なされよ。バルダーでは捕虜の扱いは慎重を期している。ここで捕虜の扱いを間違えれば、帝国に救出の名目を与えかねない。戦争がなけりゃクロエが無事じゃなかったかもしれないってことか。ここから西へ向かえばすぐです。弊社の牢に収監されております。待ってろよ、クロエ。彼女は突き当たりの牢です。あちらに。クロエ！あの方がクロエさん。ええ、顔色も良さそうですし、特段異常はなさそうでよかった。そうですか。彼女が、レイがずっと探していた。レティシアさん？いいえ、何でも。大佐、クロエさんを釈放してください。承知いたしました。彼女は言葉も曖昧なようで、扱いに困っていたのです。それでしたら問題ありません。私かレイが付き添えば
言葉は通じるようになると思います。そういえばレイもエレナさんも空の向こうから来たのに言葉は普通に喋ってるよね。まあいろいろ理由があるんです。ニーナさん、すみませんが一緒にクロエの様子を診察していただけませんか。はい、任せてください。宿までご案内します。どうぞこちらへ。本当に、よかった。泣くなって、もう大丈夫だ。宿屋でゆっくり休ませてもらいましょう。2階の部屋を手配してあります。こちらの部屋をお使いください。何かご用がありましたら表の者に何なりとお申し付けを。ありがとうございます、ベルトランド大佐。さあクロエ、まずは簡単な健康診断をしますよ。は、はい。あの、私ニーナって言います。私はレイとエレナさんの仲間で、この国のセレオ理術師なので安心してください。よろしくお願いします。ありがとう。クロエと合流できたのはレティシアのおかげだ。私自身は大したことはしていませんよ。レティシアとアベラルドがいなけりゃ、俺たちはクロエがバルダーにいることだってわからなかったんだ。感謝してもしきれない。貴様が素直だと逆に気味が悪いな。本気で感謝してる時くらいは素直に受け取れっての。もちろんミダスのこととかこれからも協力できることはしていくからな。これで終わりなんてのは逆になしにしてくれよ。それじゃあレイ、少し相談があるのですがよろしいですか。もちろんいいぜ。おい、アベラルド。アベラルドはエレナさんとニーナさんの手伝いをしてあげて。その…承知いたしました。あまり歩き回られないようにしてくださいね。姫の相談に乗って差し上げてくれ。あ？ありがとう、アベラルド。それで相談って何なんだ？ここではちょっと…城塞の東の端まで来ていただけますか。話はそこで。あ、ああ。北東の通路前でレイを待ちましょう。ここに何があるんだ。何がというほどのことはないのですが、ちょっとだけ付き合ってください。大丈夫なのか、こんなところに上がって。そんなに遠くありません、すぐですよ。アベラルドに怒られない範囲で頼むぜ。レイまでアベラルドの顔色を伺わなくても。アベラルドだけなら気にしないんだが、
親父さんに告げ口されてクロエの釈放がなしになったら困る。もうそんなことにはなりませんよ。もうすぐです。いい眺めだな。でしょ、私が一番好きな場所なんです。こっち側はヴァイル帝国側だろ。大人の言葉が分かる年齢になった頃にはもうオーシディアス王国とヴァイル帝国の中は険悪なものになっていました。こうして同じ空の下にある同じ人が生きている世界ならせめていがみ合わずにいられないのかってここに来るたびに思いました。理想をくじくようで悪いが空の上の世界でも人間は未だに争い続けてるぜ。それは残念ですね。オーシディアスの王族とヴァイル帝国の皇族は姻戚関係にあったんです。テオニーのお母様の妹テオニーにとっておばにあたる方が現ヴァイル皇帝ボルドールの皇妃でした。でしたか。15年前、全世界的にヘルガー肺下病が流行しました。その折に罹患し亡くなられた。それからです、王国と帝国の関係がギスギスし始めたのは。なるほど。当時帝国から王国に施領理術師派遣の要請がありました。帝国の理術師の数はとても少ないのです。王国はその派遣要請を断りました。王国内も決して予断を許さない状況だということを言い訳に。なぜ今それを俺に。黙ったままでいたくなかったんです。そういう正直さは今後あだになるぞ。楽しく旅をするならレイには正直でいたいんです。いい眺めだな。でしょ。そろそろ戻りましょうか。アベラルドたちが心配します。素敵な品ですね。街はこっちじゃないわね。もう宿で休みましょう。アベラルドたちも待ってるはずだし。じっとしてだ。ドン。宿屋は大聖堂よりも南の区画に。アベラルドが待ってるかも。急がないと。素敵な品ですね。素敵な品ですね。階段の上り下りは使う。
敵な品ですね。やっと。やっ、素敵な品ですね。失礼します。クロエさんの診察も終わったようです。もう休まれますか？レティシア、レティシア起きろ。多数の構成反応を検知。周辺を警戒、周辺を警戒。え、一体何なの？これは砲撃の音です。バイル帝国側からバルダー城塞に砲撃が加えられています。姫、帝国側からの攻撃です。姫、そんな、どうして？おい、一体何が？大丈夫なのか、これ？バルダー防衛軍の備えは万全のはずだ。アベラルド、レイ、すぐにニーナさんとエレナさん、クロエさんと合流します。もはやこのバルダーに安全な場所はありません。どうするんだ？私たちだけでこの戦況をどうにかする方法はありません。情けないけど、悔しいけど、王女レティシアが戦死したり、帝国に捕らえられるという最悪の事態は回避しなければならない。姫、レティシア、私の安全が確実なだけで、お父様とベルトランド大佐の気持ちが少しは楽になるでしょう。行きますよ。一体何があった？なぜこちらから撃った？わかりません。どこの部隊がやったのか。ウアンガンに展開する海軍もすでに行動を開始してしまっています。何か伝達の間違いがあったとしか。バカだ。お父様、レティシア、どうやらまずいことになったようだ。お前たちが無事にここにいるだけでもありがたい。戦況はどうなっているのですか？よくはないが、何度も軍議を重ねてきたのだ。この程度の状況はすぐに立て直してみせる。報告！第一階層の城門が破られました！何だと？バカな！早すぎるぞ！前線指揮所は何をしていた？からの艦砲射撃が直撃しているのです。無数の砲弾が降り注ぎ、歩兵隊が壊滅状態です。王国海軍艦と帝国海軍艦の性能にそこまでの差はないはずだ。いくらなんでも急にそんなに射程が広がるはずが。ねえ、もしかしたら角の男たちではありませんか？奴らが帝国の技術開発に手を貸したってのか？直接的な関与ではないかもしれませんが、彼らが先進惑星のものであり、帝国側についているのであれば、軍艦や大砲の性能を短期間に向上させるには十分かと。そう、余計なことばかりしやがって。レイ、
エレナさん、この状況どう見ますか？俺が言っていいのかよ。最悪の事態を考えるなら撤退一択だ。ヒガの軍備の質が違いすぎます。昨日観察したバルダー防衛軍の装備と現在報告されている帝国軍の装備を比較すれば、バルダー陥落は時間の問題かと。お父様、大佐、撤退いたしましょう。何を言う、バルダーを捨てようと申すか？そう申し上げています。もはや一刻の猶予もございません。帝国軍は我らの常識をはるかに超えた力を有しています。おそらくは空の彼方よりもたらされた力、到底我らの太刀打ちできるものではありません。空の彼方だと？何を言っておられるのだ。私たちは旅の間に見たんです、霊たちの空の彼方の不思議な力を。バイル帝国は霊たちとはまた違った超高度の文明の力を手に入れております。何卒お聞き届けください。バカな。決まってしまうとは。陛下、ベルトランド、全軍撤退、全軍オートまで撤退せよ。かしこまりました。陛下、全軍は我が軍が務めます。姫と共にお早くオートにお立ちください。すまぬベルトランド、決して死ぬな。アベラルド殿、私の配下を外に待機させている。彼らと共に陛下と姫を王都までお連れしてくれ。受けたまわりました。ベルトランド大佐もご分を。ごめんなさい、こんなことになってしまって。気にするな、織り込み済みだ。ニーナさんは陛下とレティシアさんと共に後方に、クロエは私から絶対に離れないで。はい。行きましょう。